お疲れちゃんですロットです。今日ですねこちらゴールドナイトチャレンジが来てますので、こちらの攻略にやっていきたいと思います。前まではねあっちゃくいチャレンジがあったと思うんですけど、まあそれがね終わって、はい、ゴールドナイトチャレンジが来ましたよと。で上の報酬も取っちゃったんですけど、ノーマルの指南書、ノーマルレアならどのねカードでも1枚レベル上げれますよっていうカードなので、まあ13レベルにとね、まあ14レベルに、はい、上げるのにすごい使ってもらえるとコスパがいいかなと思います。で上をねクリアすると下がねチャレンジできるって感じで、このねゴールドナイトスタンプもらえるので、はい、皆さんもぜひゲットしてみてください。というわけでデッキはねこちらです。新エデンロイホグの、まあよく LSP とかマザーネクロとかの枠がゴールドナイトになったほぼもうテンプレですね。はい、流行ってるデッキをそのまま今回紹介していくんですけど、まあ単純にデッキパワーが違うね。もう完成されてるデッキなので、まあ強いよね。で、あとはゴールドナイトが絶対相手も持ってるんで、まあそのゴールドナイトに対しての対処法だったり、まあコツとかもね、話せたらなと思います。で、一応マッチング履歴紹介しておこうかなと思うんで、まあなんかこんな感じですね。貯金やばかったんですけど、まあなんか、はい。で、まあラバとかがね、きついよって話なんですけど、まあラバ1回しか当たってないし、まあ別に勝ってないこともないよねって感じで、まあマッチング的にはね、はい、こんな感じで参考になれば、はい、してください。というわけでまあやっていくんですけど、まあ基本的に、まあゴールドナイトは、ユニットの対処する位置が大事になってきますね。まあ、あとは何で対処するかもなんですけど、基本的にね、ゴールダイめ、あ、じゃあゴブ折りがめっちゃいいです。はい、ゴブ折りでゴールドナイト受けると、なんかね、結局それだけで守れちゃうんで、もう真ん中のね、はい、折りを置いて、それで勝てるみたいな、そんな感じです。オリがね、まあゴールドナイトの優秀。まああとは、まあどのユニットでもなんですけど、これは。ユニットの出す位置ですね。ゴールドナイトって、まあ言うのみたいなもんですよ。多分知らない方もいるかもしれないんですけど、スキルはね、使った瞬間言うの。で、言うのの出しを、絶対1回はね、はい、使えて、距離が近いと、まあ、10連続までやるよっていう話なんですよね。なので、まあ、小物とか、相手陣地が、のね、ユニットがすごい固まってると強いんですよ。だから、親衛隊も、縦ね、めっちゃ剥がされるんですよね。そう、縦剥がされるんですけど、まあ、言うて縦剥がされるだけみたいな。これとか見てほしいんですけど、アイウィズに行ったらアイウィズからタワー行くんですけど、あー、メガネトル踏まれちゃいましたと。さあ、そんなわけで、これもね、結局ゴボリで守れるんで、マジで折りゲーだと思ってください。さあ、折りですね。で、まあ、立ち回りの方は、まあ、基本的に、折り、ザッピー、端前、親衛隊だったり、の方がいいですね。なんか、ケツから、親衛隊、ザッピーも、まあ、強いんですけど、ケツ、親衛隊してしまうと、相手に美味しくね、あ、親衛隊来たから、ウィザード合わせようとか、範囲攻撃合わせようってなっちゃうので、基本的に、いや、これですよ。この突進がね、強いですよね。基本的に、ケツからユニット、親衛隊以外のユニットで、まあ、トラップを張るって僕よく言うんですけど、なんか獲物を捕まえるような感じで、まあ、折り、ごぼう折り置いて、ザッピーで相手がね、攻めてきたとか、ユニットを、親衛隊でね、パクって食べていく。まあ、みたいな感じで、まあ、攻めてきたらね、親衛隊とか、まあ、ユニットあったら始まり親衛隊が理想かなと思います。なんで、まあ、この辺は別にね、適当にロイグとか飛ばしてもいいかなっていう。あ、メガネだったですね。ごめんなさい、何も考えてない。何も考えてないけど、勝てそう。で、あ、こっちにはゴールナイト来るよと。で、これね、檻の近くにユニット出しちゃうと、走っちゃうんですよね。なんで、まあこれ、走らないようにというか、ゴールナイト対策でね。さあ、こんな感じですね。ユニットが近くにいると、今ならね、9連鎖、10連鎖までやっていきます。なんでまあ、ゴールナイはね、高めでユニット受けるのがね、大事になってきます。なんと、高めに受けてしまえば、その、ゴールナイで受け、突進使ってきても、タワーまで届かないので、まあ、高めに、そのゴルナイの受けを出してあげる、または施設でね、真ん中で抑えるが優秀かな。で、これも、檻を置いてあげれば、ゴルナイなんか止まるんですよ。これだけで、もう相手はスキル何も使えないんで。一応考えるなら、ここら辺にね、ザッピー置くと、キング起動できます。そうですね。なんで、まあ、ユニット出すなら、このね、間。まあ、ファイブがやっぱ飛んでくるんで、まあ、そこはちょっと気をつけないといけないんですけど。で、あとは、これね、もうスキル早めに使って、ダッシュ準備させておくのもいいですね。さあ、突進ダメージで、まあ、300ほどあるので、まあ、普通にね、突進も強いです。なんで、端前から出して、ダッシュさせて、なんかユニットダメージ稼ぐみたいなのもできます。なんか相手のね、タワー前にユニットいればね、そう、ダッシュ使って、ユーノみたいな感じですね、本当に。自分の好きなタイミングでユーノダッシュが使えるっていうので、まあそこそこに性能としてはね、強いんですよね。なんかまあ、ジョーの下ぐらい。なんか安定感はあるっすよね。さあまあそんなわけで、まあ、とりあえずね、初っ端ロイグとかはやっぱ危ないので、樽とか檻とかザッピーセパとかで、まあ様子見からの
で、はしまる支援隊するなり、はしまるロークするなりが理想かな。さあ、このマスケは美味しいな。これはもう4ワードになっちゃうので、いきます。蓋したら、これね、これだけで開いてたってきついですから。しかもマスク咲いてて、スキアミ咲いてたら、ね。あ、で、これはもうザッピーで止まりますね。まあ、降りてもよかったんだけど。うん。ゴルナイね。めっちゃ強いんでね。さあ、これ、前につけます。いやー、つけなくてもいいけど、というのも、この支援隊ロークってもともとね、小物系、コウモリとか、あとはね、やっぱセパしたら熱いんでね。低めのね、まあ、ユニットがすごいね、厄介だったんですよ。ネクロとか、そう、これがね、スケルトン部隊とか厄介だったんだけど、ゴールドナイトのスキル使えば、もう相手の小物はほとんど全部やるんだよね。まあ、スケバーミリ残っちゃうんだけど、言うてほとんど処理してくれるし、相手のアーチャーとか、もうロケット砲士とか、プリンとかも、もうどんどん突進でね、倒しちゃうんで、いや、アーチャーどうだったかな。アーチャーちょっと曖昧なんだけど、プリンとかロケ砲とかね、そう、突進で、処理できるんで、相手奥のユニットをね、処理できるっていう意味ではめっちゃ強いです。さあ、ゴルナイには、まあ、高めのゴルナイとか、まあ、ホバとかでもいいですし、低めのね、このゴールナイは良くないですよ。タワーに走っちゃうんでね、スキルで。あとは、ま、真ん中のね、はい、小屋とかで耐えてきます。で、あと、スパーキーの受けもね、めっちゃ強いんですよね。もう、突進のスキルを使えば、スパーキーのね、撃たれても、U のダッシュ効果と一緒で、ダメージ受けてないんですよね。不死身。そうなんで、スパーキーね、一回透明化で、ノーダメで受けれて、もう一回受けれるっていうね。さあ、これちょっと やったかもしんない。ちょっと待って、早く走ってもらって、これゴルナイおじさんで受けてもらおう。あ、止まっちゃったんだ。やばい、ちょっと待って、単純になんか、相手の形がちょっと怖い。怖いね。あ、これ走らせてもよかったけどね。で、一旦これザッピーさんなりしようか。で、親衛隊で一旦受けよう、確実に。で、これね、ゴルナイ走ったらすごいですよ。そう、全部に行くの。これはね、まあ、痛いっちゃ痛いんだけど、別にそんな、でもそんな、ね、いやー、親衛隊破壊されたなーって感じなんで、盾が溶けたなーぐらいなんで、まあ、痛いっちゃ痛いけど、そんな気にしなくていい。いや、うまい。いや、それはうまいんだけど、多分 LJ 間に合わないな。俺の早めほぼ。で、LJ 出てきても、みたいなね。さあ、ファイブでね、飛ばしてあげて、ホバが残れば全部やれるんでね。さあ、最強の位置のホバです。で、あとザッピー、オリでね、こうやれば、まあ、防衛も硬いんでね、このデッキも完成度が高いんですよね、とりあえずデッキの。で、これね、はい、相手スケルトン部隊来たら、即ダッシュですね。まあ、樽もあるんでね。しかもこの間ね、無敵みたいなもんなんで、ダメージ受けないです。さあ、強いです。さあ、まあ、そんな感じで、ここでスキル使えたら、ゴルナイに走ってからの、タワーにね、走って、よりダメージ稼ぐともあります。はい。なんで、まあ、防衛でもね、大活躍しますし、攻めでもね、大活躍します。普通になんか相手のメガナイトプリンスユーノとかね、形組まれた時に、ゴルナイのスキル使えば、一瞬ね、こう無敵なので、ユーノダッシュでね。あれでも、めちゃくちゃ守れたりもしますね。陸受けとしても超優秀ですね。小物系にも優秀なんで。まあ、とりあえず優秀なんで、腐ることがないよね。相手が対空ユニットしかなかった時ぐらい。うん。全部、空8枚とかね。そんなことがない限りは、腐らないですよね。さあ、エリゴーレ君来たな。これはね、やばいですね。エリゴレはね、止まる気がしないっすよね、正直。んなんで、まあ、最後これ、おられる体の一時交換しようぜっていう話ね。あー、なるほどね。そういう感じね。嫌だね。めっちゃ嫌だね。だエリババもゴルナイで頑張って受けたいね。さあ、いや、これやばいね。ゴルナイ走られた俺のザッピーがね、あ、待って。全部行かれる気もしたんだが。さあ、ここは、もうね、許容です。はい、これ見てください。もうね、守れないんで、一旦強でユニット全部残ってるんですよ、僕。これカウンターですね。で、相手エリゴレル分のね、アドもあるんで。まあ、奥底にダックネとか来たら、走らせてもいいと思うんだけど。いや、これね、終わったっすよ、相手。いや、めっちゃいい散歩してんな。ちょ、ゴルナイのスキルなんか使いたいんだけど、いつ使おうかなっていう感じだよね。さあ、こうやって、まあ、ロイフも言ってあげてね。いや、ゴルナイめっちゃ歩くじゃん。めっちゃ歩くじゃん。あ、これ、ファイブで溶かしたら、キングまでね、結構プレッシャー与えれると思うんで。さあ、溶かします。で、まあ、走らすとか、暇なんでね。一応走っとこうぜ。で、これ、もうコストがね、相手あんまないと思うので、あんなのワンパン？いや、めっちゃ髪振る！これね、別にディスってるとかじゃないんですけど、なんか、欅坂さんとかのね、ダンスって結構激しいじゃないですか。なんで、なんかすげえ髪揺れてる感じがね、もうすごいそれにしか見えないっていう。ね、別に、ね、すごい、あれですよ、別に悪い意味ではないんですけど、すごいもうそっくりなんですよね。激しいダンスにね。もうね、っていう、どうです？思わないですか？僕だけ？感覚狂ってるからな、俺意外と。みんなとなんかね、
感じることが違うからちょっとあれ。あー、これはね、相手ゴルナイスキル使ってきてうまいですね。これで突進で絶対ダメージ与える。まあ、これはマジゴルナイの強みですよね。そういうのも考えて、ザッピとかもね、出していかないと危ないかもしれないですね。まあ、これでもファイボで、ファイボでドーンいって。で、ここもね、一応スキルこれ使っとけば、全部に、ね、連鎖をしてくれるんで、なんか全体的にね、溶かしてくれます。で、今度ちょっと怖かったらね、ロイホグでね、防衛しながらの攻めみたいなね。あと600なんで、まあ、さすがに大丈夫な気もするんだけど、どうでしょうか。あと、1000だしな、あそこも。エリババがね、エリババだけなんかやめてほしいよねって話。ゴールデンナーイが来るかな。そう、ゴールデンナーイが来る。まあ、これザッピー行かれちゃうんだけど。まあまあ、じゃあ俺のもね、ゴールナイもちょっと走ってもらって。いや、もうすごいんだよね、これ。もうどういうことってなっちゃう。で、まあ、ホバとかがね、やっぱ最強なんでね。で、ロフも刺さって、OK、勝ちと。まあ、いうわけで、まあ、本当にしっかり低めにゴブ折り、ザッピー、ホバ出してカウンターの新鋭隊ってイメージですね。自分から新鋭隊出さないっていうのが大事かな。さあ、というわけで次が例えば、ゴルナインスタンプ。もうチャレンジ始まってからね、最速でね、チャレンジやってるんで、意外と人がいないのかもしれないな。さあ、マッチングしたけど。さあ、フランセスコ。シスコ。さあ、折り置いて、ザッピーからの始まり新鋭隊。エルゴレまことですか。さあ、このチャレンジもしかしたらエリゴレが攻略の鍵なのでしょうか。エリゴレ2連チャンエリゴレ来ちゃったっすね。うん、まあ、これも結局低めザッピー低めホバのファイボですよね。でライドラのチェーンとか嫌なので、こういうねちょっと離したいつこに置いていきます。でもファイボ打ちたいね。ライドラさえやってしまえばね、僕はなんかね守れるんですよね。結局これライドラだけやばいんでね。さっと足で頑張ってもらって、これ残ったカウンターで新鋭隊いけると熱いんですよね。行ってこい。いやー間に合わないんだけど、まあ、相手のコスト的にも絶対きついと思うので。さあ4体がね、これ止まんないよ。いやーそれが強いんだよな。ね、コームってゴルナイ強いけど、じゃあ俺のゴルタイム行くよって話ね。でこれスキル使って走らせてザッピーの前に行ってほしい。よいしょ、でかい。いやこれでザッピー残ってるんだよね、倒れる。なんだ右側も、右側もポキって言ってほしかったけど、さあもうね、こんな感じで、低めユニットからのカウンターですね。これがもう最強です。で、あと、マッチョ君もいるんで、防衛力も高いし、攻めでも優秀と。さあ、そんなわけで、これはもうね、あ、止まんないね。頭突きって。頭突き300ぐらいダメージあるんでね。さあ、高いですよ、と。いうわけで、さあ、スタンプゲットです。まあ、一応無敗ではあるものの、はい、まあ、強いんじゃないかなと思ってるので。よいしょ。さあ、ゴールナイスタンプ。まあ、どんな感じかな、一回使うと。まあ、鳴き声はね、ちょっと出せないんですけど。こんな感じですね。こうやって声がないと分かんないですね。さあ、皆さんもぜひね、ゲットしてみてください。はい、よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。